はい、どうも、こんにちは。そっか、軸の久保でございます。えー、お待たせいたしました。FX オリガルヒの、今回、プロモーションになります。えー、ここに書いてますように、FX の攻略、人生は50代からが本番だということでね、これは私自身にかける意気込みでもあるんですけども、まあ、この度ね、FX を始めて6年目になりまして、まあ、やっとですね、私の FX の投資スタイルも、 固まってきたなというふうに思っておりまして、今回のような発表になりました。で、私の投資スタイルといっても、私オリジナルの手法じゃなくって、あくまでもテクニカルに忠実にやってるだけなんですよね。まあですんで、私独自の手法で買っていきましょうとか、特別なこのツールを使ってみたいな、よくわかんない方法ではないんですよ。本当にごく客観的に長い間、普遍的に使われてるテクニカルを、本当に徹底的に明確にですね、 伝わりやすく伝えやすくすることによって、まあ、勝利の道を開いていこうという、そういうふうなね、えー、FX の投資スタイルになってます。下の方にね、っか塾投資専門コンテンツって書いてるでしょ。つまりこれね、FX というスタートではあるんですけども、まあ、FX を中心に、できればね、他の、まあ、暗号通貨とか、株とかっていうのにも広げていきたいなっていう気持ちはあるんですよ。ただ、今のところ、 ちょっと私が自信があるのが FX だけなんで、FX 以外はなかなかあ、すいません。この度は他の投資もやりますよというふうに明言はできませんえ。ただこれから始まる私の50代の中では別の投資のスタイルっていうのもね、必ず身につけていきますので、そちらの方もほのかに期待していただければと思います。それでは今回スライドショーは10枚になります。ちょっと長編になりますけどもお付き合いください。はい。えー、まずね、えー、一般的なニュースなんですけども、 人生100年時代っていうじゃないですかいやでもね100年っていうと、うん夢が広がれるような気がするんですけどもでもどうでしょうかね実際は私も含めてですね将来の不安って別に消えてないですよね私も消えてないんですよあと果たせなかった夢とか目標ってのも今でも胸にくすぶってると思うんですよ、うん、10代の頃20代の頃そして家族ができたらと思ったりね、えー、あとは両親にしてあげたかったこととか 近所に地域に報いたかったこと結構あると思うんですよ。ね中途半端になってる趣味とかももう一回本気でやりたいですよね。うん。えそして健康とか経済的な不安。これもつきまといます。人間生きてる限り健康をたまに壊しちゃったりするんですよね。それはこれからもそのリスク高まっていくし、明確な健康のリスクじゃなくてもね、え例えば霞目が出てきたとか、耳が聞こえづらいとか、 足が弱ってきた腰が痛いとかっていう問題もあるじゃないですかあれも今までだったらちょっと寝れば治るかなっていう風な気持ちだったんですけどもいやひょっとしたらねこれは生涯付き合わないといけない老化なんではなかろうかっていう風に感じるところもあるんですよねで残り少なっていく時間人生も無限ではないですからやっぱり50代を迎えるとね残りどのぐらい今やってることができるんだろうかっていう風に考えちゃいますよ また寂しいことですけども家族が過ぎ去っていきますまあ両親はそろそろいなくなっている方もいるのかなとも思いますしこれからそういったところに向き合わなくてはいけないという方もいると思いますまたせっかく家族を作っても家族がバラバラになったりねまあいつまでも結婚生活が平穏に続くとも限らないっていうところも不安の一つではないかなと思うんですよまあこういった不安が一体どこから来るのか自分の気持ちの捉え方なのか それともも金銭的なものなのののか、か、仕事が影響しているのかそれは一人一人さまざまだと思いますはいしかしねこういった共通の疑問はあるんですよ人生後半が豊かで楽しいものに本当になるんだろうかということですよね私はおかげさまで YouTube で皆様とのお付き合いがあります基本的に生きている上で偶然に近所の人と知り合ったから仕方なく付き合っているってことはないんですよ 積極的に自分のテーマで発信してそのテーマにものすごく共感してくださる方が視聴を繰り返してくださってると思うんですよねそれが私の人間関係なんですよですんで私はもしかしたら私のことを見てくださっている視聴者さんや受講生さん以上に私は私を見てくださってるあなたのことがものすごく好きなのかもしれませんねはいちょっと怖いニュースお届けしましょうか老後破産です 自己破産者の25%は60歳以上ってご存知でしたこれすごいことだと思いませんか私も何人か自己破産の方を見てきましたけども同年代の方もいたんですけどもやっぱりね60を過ぎると自己破産になるんですよそれはこれからこの厳しい破産状態をなんとか盛り返していこうっていう風な時間がなくなっちゃったり意欲がなくなっちゃったりするからなんですよね まあもう逆転無理だから自己破産しようかっていう風に20代30代で考えなくても60代70代ではやっぱりねここに書いてますけども「日弁連及び消費者問題対策委員会が発表する2020年破産事件及び個人再生事件記録調査によると60歳以上の自己破産者の割合は増加傾向で」。 2022年の調査では25%以上が60歳以上という結果が出ていたってことなんですよねはいそして個人的に見ても60を過ぎると親にも子にも頼れないっていうね、まあ、こういった微妙な状態になるんじゃないかなと思います60歳以降の経済的な失敗ってのは取り返しが非常に困難だということでそして親にも子にも頼れないまあ親は、ね、いなくなっちゃったりするケースもありますし 子供が最初からいなかったり、子供がいてもね、子供は子供で、やっぱり30代前後を過ごしていて、まあ、とっても頼れるようなタイミングじゃないっていうこともあって、60歳以上ではなかなかね、うん、安心できる環境が手に入りにくいということもあります。だからこそ、いろいろと策を打っていかなくちゃいけないですよね。はい。ちなみにですね、今回 FX オリガール日ということで色々、いろいろ調査したんですけども、 こういった今までお話した困難な状況や漠然とした不安を打ち破るために私は今回ね FX ってのを提案しようかと思うんですよで今までは YouTube ですとかアフィエートってものをお話したこともありますけども今回は FX がなんでね資産の構築の可能性に50代以上になると急に浮き出てくるのかってことをお話していきますそれはですね実際に FX を始める年代ってのが40代から60代がなんと70%以上なんですよ うん、で FX ってのはそれほどねあの取り組みやすいってことなんですよアフィリエイトを40代過ぎてから始めましたっていうのなかなか聞かないですしねじゃあ将来の夢は YouTuber だっていう風な50代の方ってあんまりいないと思うんですよでも FX ってのは実は作業が非常に単純で考え方もすごくシンプルなんですよ安い時に買って高い時に売るこれですからねそこに細かい手法が色々と入ってくるんでややこしくはなりますけどもここの右に書いてますように 体力的な面から見てもね、学習意欲からしても、それから手元の資金の問題にしても、バランスが取れているのが FX なんですよ。FX って体力いらないですよね。早朝起きたり、深夜まで起きてないといけないってこともないですし、ブラック労働や残業時間にも縛られませんよね。自宅でもできますよね。通勤がいらない。すごくいいじゃないですか。で、年齢とともに投資による資産構築への 期待は高まっているんですよねで。そこに FX という市場がもう随分前からあるのは非常に頼もしいことだと思いますでも伝統的にずっとその市場があるって言ってもね不動産投資って結構ハードル高いですよねで暗号通貨はうん早すぎてちょっと難しいですよね税率も高いですしで事業投資も時間がかかりすぎるんですよ 小さな会社に投資して、それが10年後、20年後、上場待つっていうのは、ちょっとね、他人任せでもあるし、なかなか難しいですよね。で、株式投資は割と身近なものがありますけども、株式投資と FX と比べるときに、今回これご覧いただいている方は、どっちかって言えば FX かなというふうに考えていてくださってると思うんですよ。まあ、その上で FX オリガルヒを検討してくださってると思います。今回は株式の可能性もあるんですけども、FX についてお話していきますね。 はい、で逆にですね FX 何で辞めてしまうのかなって理由を考えてみましょうアンケートを取りました2021年証券会社の窓口調査で FX を辞めた理由大きく2つ挙げられています1つは損した元手を失ったでこういった方が33%いるんですよねそして次思ったほどうまく稼げないからという方ですねということはこの人は稼いでるんですよね 稼いででるるんんだけどやめてるってっなんですよ、ね、上は稼げなくてやめた方下は稼げたんだけどやめた方ねでもこれもですねやめちゃうっていう理由だけ見るとあ辞やめちゃうんだで終わるんですけどもこういうふうに考えるんですよどういうことかというとですね元手を失わないためのリスクヘッジや損をした時のマインドセットを 持っってていましたかってことなんですよだって投資だから瞬間的に損をしたり一度や二度元手を失うのはまあ,あり得ることなんですよで。その時にどうしますかっていうふうなことを相談できない人とか考え方ががないい人が辞めていっちゃうんですよねだって損をした瞬間に辞めるんだったら私も何べんも辞めてますからね <laughs> 元手を失うぐらいでやめるんだったらじゃあ元手は何百万なくしたんですかとかね何千万なくしたんですかって話になりますけども じゃあ元出をね3万円なくしましたやめたっていう方もいるかもしれませんよね、まあ、ですんでこの辺もどのようにこの損をした元手出を失ったっていう状態をプラスに持っていくのかっていうふうなアドバイスが必要だったんじゃないかなと思うんですよで次はい思ったほどうまく稼げないっていう方もいますけどもそういった時の考え方や戦略をやっぱり持っていればねやめてないと思うんですよ少なくとも勝ってるわけですからじゃあ勝ちを増やすためにどうしましょうかとかね 元手を失わないようにどういうふうにしましょうかっていうふうなこんなアドバイスを受けていればつまりは、うん、同じようなね投資をやっている FX をやっている人特に上級者の方との関わりがあれば適切なアドバイスを頂い,いてやめてなかったと思うんですよつまり一人でポツンとやってる人が FX 多いんですけどもそれはやめるよねってことですよこれが根本的なやめちゃう原因ですはいつまりは危機攻略ののための密なるアドバイス をしててくださるる方がいかかどうかってことです皆様の頭の中には FX で困った時に誰に相談しようかなっていうのを浮かびますうんその方があなたのコンサルタントなんですよアドバイスを密にくださる方密じゃなかったらダメですよ相談したけども答えが来たのが1週間後それじゃあちょっとね不安ですよねやっぱりすぐに返信が来るとかすぐに具体的に、えー、伝えてくれるこういう方を探すといいと思いますはい で私から言うならキー攻略のための2つの手法っていうのをお知らせするとしたらこれ2つあると思います一つはね事前学習によるリスクヘッジですで講義とトレーニングで行うんですけども FX をやってるとこういったピンチが来るよその時にはこうしましょうこういった資金のなくし方があるかもしれないからこういうふうに防止しましょうっていうふうに考えていく講義が事前にあれば実際にそういう場面に遭遇した時にね あ、本当だ教わった通りにこんな時が来たじゃあこういう時はこういうふうにしてかわそうかなっていうふうにもう回避できるわけですよねそしてどん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 自分のスキルが溜まっていきますでトレーニングをすれば実際にどういうふな作業をすればいいかってことが事前にできてますから1、うん、人でね淡々とくぐり抜けることができるっていうことになります、ね、危機攻略ののための 二つの手法のうちの一つは事前にどんなことがどんなピンチが来るかってことを知っているか知らないかってことを自分で定期的にね教わっているかってことが大きいなってことですよね。でもう一つは失敗体験ってのはそれでもあるんですよ。講義は受けていたトレーニングも受けていたでも失敗しちゃいましたと。でその時に失敗してああやめたじゃなくってじゃあこういうふうな失敗から 学んで次回へ布石を打っておけないかなっていうふうにコンサルを受けることができるでしょうん。だからこういう方を身近に置いてれば「ねえねえすいません」って今回こんな失敗しちゃったんですよ。どうしましょうか次にどうやったら行かせますかねっていうふうにアドバイスを要求したら「あそういう場合はね次からこういうふうに考えたら同じ失敗を繰り返さずに済みますよ。もしくはその失敗は必要経費ですからやる上ではねロスカットっていうのが生まれるんですよ。だからそれをこのように 次へ考えていくための成長の布石にしていきましょうっていうふうに考えていけばねそういうふうにアドバイスをいただければ失敗すら成功への道のりになるわけですよねだから身近に自分のの学習や体験を支えてくれるる人がい,るっていうのは非常にに大事になってくるんですよ、はいそして FX オリガルヒの話になりますけども、うん、コンテンツの概要はね、えー、2つになります まあ今まで即可塾の FX の相場解説もやっていましたけども日々の相場解説と要点講義の配信になります実は今年に入ってもう FX オリガルヒと似たような講義をバン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 お送りしてるのをお気づきになった方もいると思うんですよかなり細かく具体的にやってると思いませんかだから皆さんの勝率かなり上がってると思うんですよで仮に負けていてもなんで負けたかって分かりやすくなってると思うんですよねそれが2つ目ですアクシデントから学ぶ次回への備えです なんで損切りになななっっちゃったのかななんで自分の相場予測が違ったのかなその理由を明確にして見落としたポイントとか勘違いしたポイントを指摘を受けていればどんどん考え方が修正されますよねつまりこれから行うトレードにプラスに向かうわけなんですよそうなると失敗してもプラスになるしプラスになったら儲かるし徐々に勝てる仕組みっていうのができてくるってことになります でそもそも FX って上がるか下がるかの2分の1ですからちょっとこういったスキルを身につけるととりあえず負けなしになるわけですよだから FX オリガルヒってのは勝つか負けるかじゃなくて勝つか大勝ちするかどのように勝ちを伸ばしていくかっていう、まあ、ポジティブなね3の選択になります3つの選択にはいえそして運用通貨のペアはドル円のみです私がドル円以外にやったことがないんでね ですので他の通貨ペアはやりませんけども基本的に考え方は一緒なんですけども手数料とかボラティリティが違うのでやっぱりね通貨ペアを変えると全く別の世界に行くと思った方がいいですねでこれイメージなんですけども年間の利回りは100%を目標にしていきたいですよねつまり100万円でスタートしたら年末には200万になってるってことです十分でしょ <laughs> とりあえずはいやそのうちもっともっと大きな利益取ればいいと思うんですよ100万入れて1000万とかね 1000%目標とかこれ去年の私とかお昨年の私じゃないですか今年は3000%とかいき,きそうですけどねはいそのためにねちょっと自分の中で頭の中でモデルを作ってもらいたいんですよ例えばスタンダードモデルねえー、口座に保有資金を10万円の3セットつまり30万円入れておいて10万円ずつ使っていくっていう感覚ですこれによって月間の勝ち越し額を3万から5万にしていきます ね、3万から5万っていうとなんか少ないなって感触を得る方もいると思いますよくね投資のコミュニティとかでは毎月50万稼いでいきましょう30万稼いでいきましょうって言いますけども資金が多ければそれできますよでもねやっぱり安全に行こうと思ったらより安全に行こうと思ったら口座の保有資金が30万の時に大体その1割を勝ち越していけば1年間で30万から50万になるでしょ十分年間利回り100%じゃないですか これを当面の目標にししていきましょうよこれが動かないようになったら、うん、もっともっと大きな勝ちを目指してトレーニング続けていけばいい話ですからね、まあ、私も基本的には一昨年と同じ手法で去年をやって去年と同じ手法で今年をやってるんですけどもそれだけでも気づくことが増えますんでだから勝手にあの利益は増えていくんですよあの 手法自体は一緒ですからね毎年毎年同じことばっかり言ってるし同じことばっかりやってるんですよただ気づけないもこのモノがだんだん気づけれるようになってきたんでエントリーのタイミングが増えてるんですよポジポジ病じゃないですよポジポジ病ってのはわかんないけどエントリーしちゃうんでしょでもエントリーするところがまるでチャートの上にここでしょーって矢印がね出てるようにそれこそシグナルツールなんて入れてないのに脳の中のシグナルツールが動くようにね気づきが増えるんですよ あとね、もう一つ。トライアルモデルって言って、資金をそんなにとりあえずは避けないよって方は、まあ、3万円口座に入れておきましょう。1万円の3セットって感覚です。これにより、毎月3000とか5000。ね、毎月3000、5000の価値でいいから、簡単そうでしょでもこれを1年続けたら、3万円が6万とか10万になりますよって話ですから。ね、年間利回りいけるじゃないですか。あとは、資金が増やするときに、資金を増やして、 FX の手法自体は同じでいいわけなんですよ。単純に言って、30万口座に入れて、それが年末に60万になってるとしたら、300万入れたら600万ですから。あとは、ロットの問題、資金の問題になってきますんでね。これは本人の再覚とはあまり関係ありません。ただし、金額を大きくすると、精神的なね、圧力かかってきますんで、心を鍛えておかなくてはいけないってことになります。それも FX オリガルフィでやっていきましょう。 FX のオリガルヒは単なる投資コミュニティじゃないですよっていうふうにここで私はお話したいと思います。えー、私のことをちょっと話すとね、1972年1月11日生まれで,で、令和4年の秋、今年50歳になるんですよ。で、50代に向けて私はこの FX オリガルヒに自分で入門する気持ちです。で、FX オリガルヒというコミュニティ自体は、令和5年から毎年1回 販売していこうと思います。募集してね。で、ゆるく数名の方をプラスプラスプラスで積み上げながら、同じ FX ってものの中から、あ様々な交流を持っていきたいと思いますね。そのための、うんまあ、考え方というかね、私の気持ちとしては、50代以降を楽しく、豊かに、共に一緒にですね、投資できる交流の場にしたいんで、この FX オリガルヒを通じて、 今までやってきた FX のようにね、やっぱ実際に交流していきたいですね。47都道府県オフ会っていうのを速可塾ではやりました。500名ぐらいの方にお会いできましたけども、ん今回も同じようにね、まあ、感染症の問題とかありますけどもん、この FX オリガルヒに参加されてる方のうんお住まいのところに実際に行って、泊まって、食べて、語り合って、一緒に FX やってみたりとか、なんか他のね、 えー、レジャーに講じててみみたたりとかしてみたいですねで50代60代になってくると思いいい出話も多いじゃないですかそういった昭和のほろ苦いそんなね過ごし方もしてみたいと思いますはい考え方としてはこういうふうにまとまるかなと思いますアラフィフ以上の方の、うん、遠くのご近所さんっていう考えですよねうん、なんか遠くには住んでいるけども心では近いよみたいな感じですかねはい でここまでそっか塾があのアフィリエートとか YouTube が中心でしたこれからもアフィリエート YouTube を中心にそっか塾の運営はしていきますけどもそれに加えて FX 折り紙というものをやっていきますですんでそっか塾の通常の配信の中で FX のお相場解説って,ってのはうんまあそこまでね今年やってきたみたいに濃くはならないですもう去年ぐらいの本当になんか淡々とお動画一本朝上げるみたいな感じになると思います はい。つまり、速可塾のアップグレード版が FX オリガルヒだと思ってください。えー、即塾ではね、あのー、もう強制的にこれをやりましょうとかね、早く稼がないとダメでしょみたいなことを詰めることはなかったんですけども、FX オリガルヒは結構積極的に私の方からね、あの、皆さんの動機づけを行っていこうかと思います。はい。で、えー、そろそろ、このシートも終わりに向かっています。20分ほど。 ご覧いただきました FX オリガルヒなんですけども本セル本セルは今日ではありません <laughs>、えー、ちなみに内容ですけどもサポート期間はあのー、特に設けてませんあの即下塾でもサポート期間は設けてないでしょ <laughs> で30年ローンとかやってましたけども即下塾に関してはねあの即下塾ってのはあのー、お金の問題解決そのきっかけをたくさん、あのー、伝えていくんですけども こうなりたい、ああなりたいっていうのが決まってない人に押し付けることはなくって、でも、こうなりたい、ああなりたいっていうご相談をいただいたら、ズーム対談などを中心にですね、その人のセールスに、もしくは売上げ、えー、向上にね、目いっぱい私も貢献してきたと思います、うん。それがサポートなんですけども、FX オリガルヒはね、えー、サポート期間同じように特に設けてません。 ただいきなり終わっちゃうかもしれませんけどもそれはなぜかというと私が死ぬ時ですよね <laughs> 私が死んだらできなくなりますんであと天変地異が起きたりとかねそういった不測の事態ではさすがにできなくなるかもしれませんけども特にサポート期間を3ヶ月ですよとか6ヶ月ですよとか設けずにそうですねでもうんまあ私の50代の間ということにねここでは言わせてもらおうかなと思いますあの50代を私が過ごしてる間はサポートはあると思ってください <laughs> でも皆さんとねあのメールなどでつながってる以上私も毎日 YouTube の発信してますんで私がサポートしなくなるって考えられます多分考えられないと思いますけどね。ねサポートもものすごく早くやるのはこれまでと変わりませんその辺は今までの速果塾を通じてご信頼いただいた方にこうやって提供しますんでねうんだから心配されなくていいと思いますよ私の人格がいきなり変わっちゃったらねちょっと分かりませんけどもねはい次です えっとね、正式な募集ってのは令和5年の1月1日にしようかと思うんですよ。年に1回だけ FX オリガルヒは募集しますんで、そんなに常にね、はい、やりましょう、来りましょうっていうものではないですから、今までの速価塾の募集と同じように、年に1回緩く募集して、まあ、それでも結構な方が入ってくださるみたいな形になるんじゃないかなと思います。はい。で、販売価格なんですけども、令和5年の1月1日の価格では49万8千円で、以降、 一年ごとに多分価格は改定されて高くなると思います。うん。ですので、一番早く一般の方が買えるのは令和5年の1月1日49万8000円ということです。まあこの辺でもね、たくさんの方に入ってくださいっていうスタイルではないってことがわかると思うんですよ。その代わり少人数にものすごく濃くやっていくという今までの速化塾のスタイルは変わりません。まあ速価塾はそう言ってもね、結局1000名以上の方が今いますんでね。うん。だからものすごく毎日ね、 20件ぐらいのお問い合わせとかねサポートの連絡があるんですよ、まあ、ですのでおかげさまですごく充実してますまだまだ私にキャパシティがありますんで1日100名ぐらいだったらさばけると思いますけども、まあ、皆さんからもね遠慮なくサポートのー、まあ、要請をいただければと思います楽しみにしてますよはいいよいよ最後ですかねはいじゃあねこっからが皆さんの関係のあることです FX オリガルヒの塾内限定プレセールです今回の動画も あの、熟成さんにしか見れない動画になってますけども、一般公開することはありませんけどもね、塾内限定のプレセールを今日、これからあのお話しさせていただきます。はい。まずね、5月31日の21時から、カブスクールってのが、ズームのライブであるんですけども、この時に特別価格の発表をします。うん、と同時に、速乾塾の熟成さんにも価格をお知らせしますので、 えー、その時までね、あのー、心づもりをしてお待ちいただければと思います。今日が5月の27日ですから、別にもうね、あの、3、4日待てば価格の発表はありますよってことです。もうすでにオリガルフィに入るよっていうふうに、あのー、決意表明されてる方もいると思うんですけどもね。あのー、その方も、あのー、まあ、この特別価格で参加していただくってことになると思います。はい。次です。はい。えー、とは言ってもね、あのー、本当にね、大人数は、 細かいサポートができませんので、少人数でやります。ですんで、特別価格の発表させていただいて、えー、で、受付っていうのがね、6月1日から3日の間、たった3日間なんですけども、限定3名で特別価格は受け付けようと思います。これを過ぎると、特別価格の次の価格になります。もちろん、いきなり49万8000円の来年の価格ではありませんけどもね。はい。というところで、 特別価格が終わっちゃったら、限定3名が終わったら、プラスで5名、ね、6月4日から7日を、次の価格、ちょっと、特別価格よりもちょっと高い価格でご案内することになります。にしても5名しか、その時点では募集しませんので、そうなると8日で一旦受付を締め切らせてもらいます。もしね、5名以上、つまり3名足す5名で、理想的には8名で、FX オリガルヒスタート、 すればいいなと思ってるんですけども、私もね、8名ぐらいになるんじゃないかなと今のところでは思ってるんですよ。というのが、もう価格に関係なく入りますって決めてる方が、もう事前にメッセージをね、いただいてるのを計算すると、まあ5名ぐらいはいるなと思ってるんですよ。で、プラスうー、まあ、メールはくれなかったけども、スタートするんだったら入りミスみたいな方がね、いらっしゃると。 今までの経験から予測するとまあ10名には至らないけども8名9名ぐらいいるんじゃないかなって形でこの限定数を設けましたまあただ多少のオーバーはねうんなんかいろいろと考えないといけないかなと思いますけどもとりあえずはそういったお申し込みとかね申し込みじゃないんだけどお問い合わせみたいなどうしようかなって方の対応も込みで8日以降一旦受付を締め切らせてもらいますで 6月1日から3日の間、もしくは4日から7日の間にお申し込みは、まあ今まで通りメールになりますけども、えー、その中でね、細かいやりとりをさせていただいて、で、えな、ー、んですかね、入金口座の。 案内とかね、支払い方法ですとかっていうのをそこでメールでやり取りする形になりますけども、8日以降はその整理も込みでですね、一旦受付を締め切らせてもらいます。場合によっては受付を再開するかもしれませんけども、8日以降はちょっと受付をしませんので、6月1日から7日の間にしか、FX オリガルヒの,あのプレイの限定セールっていうのはありませんということで、一旦受け止めておいてください。 で、コンテンツの提供開始は6月12日前後を予定しております。まあ、ですんでね、6月はあ今まで通り、そこか塾の中での FX の相場解説しますけども、だんだんとね、細かい解説とか、講義付きっていうのはやらなくなると思います。で、えー、FX オリガルリィの方だけで、えーまあ、そういったね、細かい解,決解説になっていくと思います。はい。最後にね、 家族の写真ををけてて皆様に感謝を重ねて申し上げます、えー、ご覧いただきましてありがとうございましたここに写ってる大和くんなんですけども私が FX オリガルヒを50代でやってるうちにこの子も入門していきますねまあやるかやんないかは本人次第ってことになりますけどもこの子はね小学校にいる間に FX はマスターさせたいと思うんで10歳をめどに12歳ぐらいまでには FX で利益の出る少年にしたいいと思います、ね、えー、そのつもりで皆さんのことも考えてます皆さんに利益を取るのは当然なんだけども自分のライフスタイルとかこれからの人生設計に合った利益の取れるようなそんなね、えー、毎月何百万も稼ぐってことは約束できませんけども、えー、それこそね毎月プラスの10万とか20万とか30万っての、まあ、資金の量にもよるんですけどもね そういうふうな副収入が FX から得れるようになったらものすごく大きな自信になるんじゃないですかえそしてねこういうことはあんまり言いたくないんですけども結局人生ってのはいろんなものを失っていく日々ですよでも年を取れば取るほどお金だけが増えていったら何らかの救いになるんじゃないかなと思いますうん今まではねビジネスをやることによって人脈やお金ってものを増やしていきましょうっていうふうなお話の仕方ばっかりだったんですけども FX で事業は共有しないんだけども、FX という市場で稼いでいる者同士が仲良くなる、そんなコミュニティってあると思うんですよ。私はそういう意味でね、日本一の FX のコミュニティ、FX オリガルヒを50代のうちに作っていきたいと思うんですよ。そっか塾の塾生さんは1000名以上います。FX オリガルヒのグループも 1000名以上にできないかなと思って、その最初の10名を募集するつもりで、今回のスライドショーをご覧いただきました。それでは、メールの方をいただけるようによろしくお願いします。どうもありがとうございました。